さあ突然始まりましたラジオの配信なんですが、前々からラジオはねちょっとやりたかったんですよ。でまあ何でしょう、ラジオ局からのねオファーをね、待っていたんですが、ここもう十数年ですか、いただくこともなく、待っててもね、まあ芸歴と年を取っていくだけなので、なんならね、やっぱもう YouTube 自分でやってますし、この YouTube はもういろんなこともできますから、まあその中で、ラジオみたいなのもやってしまえということで、こちらの方で、勝手にラジオを、配信していくことに決めました。よろしくお願いしまーす。まあね、まあ芸人さんのチャンネルの中ではね、毎週曜日を決めてラジオの生配信だったり収録をしたものをね配信している芸人さんも多いので、まあそういうのもね、影響を受けまして、このチャンネルでも、僕個人の、ラジオ番組を配信していきたいと思います。まあね、この YouTubeもう始めて2年も経ってないかな、経ってますけども、まあ知ってる人は知ってますが、もう完全一人で運営してます。まあ動画撮るのも自分でセッティングして、自分で撮って自分で編集してるわけなんですけども、見てる人聞いてる人にはねそんなこと知ってたこっちゃないということだと思いますけども、まあなかなかね、バズることもなく、好きなことだけをやっているチャンネルなんですが、まあこの YouTube 完全に一人で運営してますし、まあね、大体ねこう吉本に所属していて YouTube のチャンネルを立ち上げた時点で、吉本の社員が、YouTube やりましたね、始めましたね、じゃあ、会社でちょっと管理しますって言われるんですよ、大体ね。でコンビでチャンネルやってた時も吉本入ってくれてましたし、まあ他のチャンネルの話を聞くと大体こう吉本の、まあ、管理が、入るわけなんですけども、なぜか、この庄司智春 YouTube チャンネルだけはですね吉本がスルーしてるんですよ。うん。ノーマーク。ノーマークなんですよ、このチャンネルだけね。だから、このラジオもきっとノーマークでしょう。うん。だってこのチャンネル自体が吉本からノーマークなんですから。ね。だからこのラジオもノーマークですから、いっそのことこのラジオの名前もですね、庄司智春のノーマークラジオに、しようかなと思っております。さあというわけで、今日から始まります、庄司智春のノーマークラジオ。さあ始まりました、庄司智春のノーマークラジオ、第1回目でございます。まあね、定期的に、まあ毎週何曜日何時ってね決めれたらいいんですけどもね、そうやって決めるとなかなかいっぱいいっぱいになってしまいますので、そこら辺はこう徐々にこう決めていこうかなと思っております。さあ、1回目ですからね、まあいろんな話をしていきたいなと思っておりますが、最近の話もねこうラジオですからしていきたいんですけど、最近ねおじさんでしょうね。のっけから年取った話をするのも申し訳ないんですけども、もう年なんですよ。でも正面が近い、もうね映画2時間とかだったらもうギリギリですよ。もう後半はもうパンパンになって、ちょうどいいエンディングのなんかいいところでもう暴行との戦いなんですよ。でエンディングのエンドロール始まったらもう速攻で席を立って、でトイレに駆け込むという感じなんですね。だからいい映画で余韻に浸りながら、
エンドロールをこう眺めるみたいなのはもうねここしばらくやっておりませんよ。で映画によってはねエンドロール終わりにねなんかこうサプライズというか続きがあって何分かシーンが続くみたいなね演出方法もあったりしますけども、もうあれやられたらねもう無理よ。もうエンドロールがもうパンパンだから。でねこの間仕事に行く、まあ、車で行ってたんですよ、向かってたんですよ。で東京のね現場がね新木場っていうところだったんですね。ちょっとこう地方の方はちょっとわからないと思いますけども、東京にお住まいの方はわかると思いますけど、新木場というところが現場だったんですよ。でまあ、車で向かうじゃないですか。で銀座付近でちょっとおしっこがしたくなって、でコンビニでちょっとおトイレをお借りしようと思ってトイレ駆け込んだんですよ、コンビニね。そしたらそこのコンビニがね、故障中っていうことで借りれなかったんですよ。あまずいなと思って、で銀座から新木場だいたい8キロぐらいですか、多分8キロぐらいだったと思うんですけどね、なんとか、まあ、次のコンビニ見つけるまでとりあえず我慢しようって言って、もうその時点でちょっとやばかったんですけども、でそしたら、まあ、あれよあれよとこう信号の調子も良くて、で新木場現場に近づいてきたんですよ。で新木場の現場にこう近づいて、あ残り3キロぐらいだから、あこれはちょっとなかなか我慢、できるかもしれないなと思って車をこう走らせたわけですね。そしたらあれ何なんですかね、もう腹立つわ、もうあのカーナビ、アホのカーナビがあるんですよ。高速の隣のなんだろうね、あの道路なんていうの、別にね有料道路ではないんですけど、そこに乗せたわけですよ。ああここ乗るんだと思って僕はこう、その指示通り乗るじゃないですか。そしてギューンと行くんですよ、まあ、信号もないね道路でギューンって順調に行くんですよ。あこれは助かったと思って、でしょんべんもしたかったし、現場に早く着けばね現場でねすぐできると思ってねこう行くじゃないですか。そしてこう運転してたら通り過ぎちゃうんですよ。どうやらその高速道路ではない横のなんだろうねあの名前わかんないわ。でその下にまた普通の一般道路が走ってるわけですね。で要はその僕が乗った道路はあの川を越える、道路なわけですよ。そこにこう手前から乗せられて、で現場に行かなきゃいけない、そこを曲がらなきゃいけない、右折しなきゃいけなかったのかな、右折しなきゃいけない道路の真上を通って通り過ぎるわけですよ。もうギュン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 行って、せっかく1キロ2キロぐらいまで、縮めたのに、その道路に乗らせられた、結果、先プラス3キロぐらい行かされるわけですよ。なんなんだよこれはっていうことで、でそのカーナビのこのねアナウンスが3キロ先 U ターン戻りますって言われるんですよ、あの声で。分かったねこれっつって車内で一人でもうしょんべんもしたいし、もうその頃にはねもうね最近そうなの、しょんべんしたくなって我慢するとなんかお腹の調子も悪くなってきて、でダブルで我慢しなきゃいけない状況になることが多いんですよ。でしかも目的地を通り過ぎて3キロ先まで行かなきゃいけない、で3キロ先でようやく U ターンできるという案内なんですよ。分かってるわにゃらっつって、お前のせいでお前のせいでって言いながら、もうね喋ってないとしょんべんがもう溢れ出てしまうぐらいの緊張感ですよ。でしかもこう3キロ先までねこう我慢しながら行くわけですよ。してでこの先 U ターンですっつってもう何回も言うわけですよ、案内がね。じゃあ分かってるわっつって、お前が変な店に乗せたからこんななってんだろうがえとかって一人で言いながらで U ターンするわけじゃないですか。そしてなんかねこう戻ってる最中にね二股のね道が出てくるんですよ。誰と思ってこの二股のこの二択間違えたらまたさらに戻りながらまた上をこう通るんじゃないかっていうことで急遽違う方に僕ハンドル切っちゃって、それは間違えてたんですよ。
突き当たりになっちゃって、突き当たりをまた右に曲がることになって、でまた逆戻りになるんですよ。でまたアナウンスが出てきて、3キロ先 U ターン戻ります、わかるよねやろっつって、もう膀胱も大腸もパンパンですよ。でこれまずいなと思って、先輩のね、番組でしたから、これ車内でねダブルで漏らしてね、でもう自分の服もね、もう自分の服もこのそのままの衣装で出る予定だったんで、これもう衣装のままもうグズグズのもううんこまみれのしょんべんまみれの服で、現場に入るの嫌だと思って、もう必死に我慢しながら必死に我慢しながらまた U ターンところ行って、 U ターンです戻りますって、分かってるよほんで、うるせえ黙れほな黙っとけとかって言いながら戻って、こんな感じでね、もう限界までもう我慢して、まあまあ漏れずにね、うん、ここまで煽っといてね、漏れなかったんかいっていう話なんだけど、漏れずにできたんだけど、ペース配分ができなくなってるんですよ。皆さんはどうですか？こんな長々ね、トイレに我慢できなくなって、漏れそうになったって話をねしてしまいましたが、はい。いやー、だからね、これはね、今後もっと年を取るとこのトイレのペース配分、がちょっと難しくなっていくのでね、これうまく付き合っていかなきゃいけないなと思っているんですよ。いやー、あれまあバレてただろうな。マネージャーに来てすぐトイレでうんちしてるよって思われてただろうな。それがもうこっぱずかしいわ。ああ恥ずかしい。来てすぐうんちしてましたねって、言われた方が楽よね。というお話でした。庄司智春のノーマークラジオ芸能ボトムニュース。さあ、いろんなニュースがテレビやネットに取り上げられています。そんな中でトップニュースではなく、世の中からはもしかしてスルーされているみたいな、芸能ニュースを見つけてですね、いろいろ語ってみようというコーナーでございます。ボトムというのはですね、トップの反対という意味らしくて、トップニュースの反対でボトムニュースということでございます。さあ今回取り上げるボトムニュースはですね、ランキングさんのサイトから、ニュースになっておりました。いい夫婦憧れの芸能人夫婦ランキング2021年度版ということで、まあね、僕のね、携帯でこう探していっていたら、まあかなりこう下の方にね、出てきたので、ボトムニュースという風にさせていただきます。もしかしたらね、世間の皆さんはね、これがトップに入ってきてるのかもしれないですけども、僕の携帯の中では、ちょっと下の方に入っていたので、この記事を選ばせていただきました。さあ、いい夫婦憧れの芸能人ランキング2021年度版ということでございまして、なかなかランキングされませんよっていうか、まあ、ランキングされたところで嬉しいっていう感情も正直ないんですよね。夫婦仲を、まあ、ランキングされてもなっていうところもありますし、まあ、結婚当初ね、何度も言ってますけども、すぐ離婚しそうなランキング第2位でしたから、まあ、それにね比べたらね、そうやって離婚しそうな芸能人夫婦みたいなところにはもう入らなくなりましたけども、まあまあ、離婚しそうなランキングにね入らないのに頑張ろうとも話し合ったこともないですし、理想の芸能人夫婦になりたいねって一言も言ったことないので、こういうランキングもね、そこまでなんか
見たりすることもないんですけども、まあ、今回ねこういうランキングが、出てきましたのでちょっと見てみたいなと思います。まあ、でも1位はあれなんじゃないですか、三浦友和さんと山口百恵さんなんじゃないですか。そこまで、まあね、不動の、だからこれ、まあどこの媒体がランキングを決めてるかっていうのももしかしたらもうね、なんとなく皆さんも分かってるんじゃないでしょうか。うん、媒体によってランキングが変わるし、果たして本当にアンケートを取っているのかどうかも、定かではないですよね。わからないですよね。まあでも、まあ、概要欄にねこのサイトをちょっと貼っときますので皆さんちょっと見てみてください。まあやっぱりあれですよね、なんかこうこいつあれですけど活躍してるし活躍してる人が上位かな。まあ女優さんであったり、まあ俳優さんであったり、なんかこうそうですね、仕事に実績がある芸能人ご夫婦がランキングに入られてるなっていうのが印象ですね。そう、そして私たち庄司と、藤本美貴さんの、ご夫婦、19位に、ランキングされておりました。ありがとうございます。ボトムニュースとかって言いながらね19位にランキングされてて頭を下げるというね、もう情けない。ありがとうございます。まあまあでもこうランキングをねこう見てみると、まあ1位がね大悟さんと北川景子さんね、2位が反町隆史さんと松嶋菜々子さんで、3位が星野源さんと新垣結衣さん、まあ、そりゃそうですよね。4位が藤井隆さんですよ。で音羽さんね。で5位が坂井雅人さんと菅野美穂さん。あ、6位が、田中将大投手と、楽天のねマー君ですよ。で里田舞ちゃん、あ6位で、7位が良い子浜口さん、そしてアッキーナ。いやこうやって見るとねいい夫婦だなってみんな思いますよ、こうラインナップ見るとね。まあでもお仕事頑張ってる人だよね。まあ夫婦仲はねちょっとわからないじゃないですかね。こう言ったらあれですけど、このランキングの中でね、いやちょっとこう家族の話はちょっとごめんなさいっていう方もいらっしゃるでしょね。えお互いこう夫婦間の話をテレビとかねとかでこう公の場で話さないのに、こう夫婦の良さって、分かるのみたいなところはありますしね。僕らだってね、なんかこうインスタグラムとかでお互いね夫婦のことだったり家族のことだったりとかって載せたりしますけど、ね、夫婦の写真、仲いい写真載せて、なんか理想の夫婦ですとかってねコメント残してくれる人は本当ありがたいんですけど、まあ仲いい写真しか載せてないですからね。こればっかりはね、喧嘩してる瞬間を今日も喧嘩したみたいなね、載せる人も載せた方がいいのかな、こう正直に。そこら辺はちょっと迷いますよね。口聞いてない瞬間を喧嘩してる瞬間を、盗撮して、お互いいがみ合ってる顔を今喧嘩中ですって言って理想の夫婦ですってコメントしてくれんのかな。まあこればっかりはね、ブログだったり SNS だったりね、なんかこうハッピーなことを載せることで、いいかなとかって思う
ものだったりするから、まあそこら辺だけをね見て理想の夫婦ですって言われて持ち上げられても、まあ書いてくれるのは嬉しいんですけどね、なんか申し訳ない、いや何日か前すごい喧嘩してたんだけどなとかって思ったりもしますよね。まあそれはね現実はねこんな喋、る必要もないんですけども、まあまあこう毎年ね、理想の、憧れの芸能人夫婦ランキングっていうのはね、まあ俺たちが1位になることはまずないでしょう。うん、やっぱこう見たらね、やっぱ男の人が頑張ってないと上位いかないのよ。うん、お前頑張れよって話なんだけど大吾さんにしてもね、反町さんにしても星野さんにしてもさね、こうなんかこう男としての、仕事の充実というか実績みたいな、まずこの男の実績でこう憧れられないと、うん、この上位に組み込むことはできないよね。もうどう考えてもさ19位に入れてもらってるだけでありがたいんだけどさ、どう考えてもこの小粒感否めないよね。こう笑っちゃうよね。まあまあね、だから、まあ夫婦間の中ってね、このランキングで競うものではないのでね、あくまでもね、ですので、まあまあまあ、マイペースにね我々は、生活していきたいなと思ってますので、引き続きね、SNS などではね、幸せを切り取った幸せだけを配信、していきたいと思いますので、今後とも我々夫婦のことを見守ってください。ありがとうございました。庄司智春のノーマークラジオ、シチュエーションミキティ。さあ、ミキティと叫び続けて早12年。ただ叫んでいるだけではなく、シチュエーションも変われば、ミキティの叫び方、言い方も変わるはず。ということで、シチュエーションのお題に沿ったミキティを庄司智春が叫んでいくというコーナーでございます。まずは、プレーンのミキティから。ミキティ、はい、もうね聞きなじみがあると思いますけども、まずはプレーンのミキティ、まあね12年も経つのでね、こういろんなね、試行錯誤、まあ最近ではコロナ禍のね状況を、利用して、飛沫防止のミキティっていうのもね、やったりもしてますけども、さあ、じゃあ別のね、シチュエーションを紹介したいと思います。家に帰ったら荷物も全部なくなっていて、テーブルの上には合鍵と手紙が置いてあったのを確認した後のミキティ。はい、こうなりますよね。家に帰ったら荷物も全部なくなって、テーブルの上には合鍵と手紙が置いてあったのを確認した後のミキティは、こういう感じのミキティになるんじゃないでしょうか。これは何でしょうね。こう同棲をしていて、もうあなたとは一緒に暮らせないわということで家を出て行ってしまったという感じですかね。そこではやっぱ叫ぶミキティにはならないと思うんですよね。やっぱこう、手紙にこう、手紙と合鍵に向かって落ちるミキティというか、悲しみのミキティという感じでございますね。さあ、じゃあ続いてのシチュエーションミキティいきたいと思います。まさか後ろからナイフで刺されて、最後の力を振り絞って振り返ってみたら、自分を刺したのはミキティだった時のミキティ。
はい、これも素晴らしいミキティですね。まさかまさか後ろから熱っと思って刺されたこともないですけど、こう多分熱いんでしょうね。後ろから急に刺されてうーってなって、で後ろも振り返ることもできない、うん、ものすごく痛いから。でも最後の力を振り絞って見てみたら、そこはミキティだったっていうね。ミキティ、こう信じられない、このキティっていうところがお前だったのかっていう気持ちがね、含まれているミキティでございました。じゃあどんどん行きましょう。機関銃を撃った後のミキティ。ミキティ。これは薬師丸ひろこミキティですね。これはいいじゃないですか。快感の言い方でミキティ。これはいいじゃないでしょうか。さあ、今回最後ですね。最後はこちら。いつでも探しているよ。どっかにミキティの姿を。向かいのホーム、路地裏の窓。そんなところにいるはずもないのに、いた時のミキティ。ミキティ？これはワンミキティタイム、ワンミキティチャンスですね。いいミキティが出ました。さあここで皆さんからのお題を募集しております。シチュエーションミキティ、僕にですね、こんなシチュエーションのミキティを叫んでもらいたい、言ってもらいたい、シャウトしてもらいたいというね、シチュエーションを募集しております。メールアドレスはこちらです。 shojiradio2021@gmail.com です。庄司ラジオ2021@gmail.com でございます。件名の方にですね、コーナー名を書いて送ってきてください。というわけで以上、シチュエーションミキティでした。庄司智春のノーマークラジオ、長渕風に歌ってみよう。さあこのコーナーはですね、長渕剛さんが大好きな僕がですね、この世にある歌を長渕剛風に変換して歌ったらどうなるかという実験弾き語りコーナーでございます。さあ今回はですね、童謡のゾウさん、ゾウさんを、長渕剛さん風に歌ってみたらどうなるかということでございます。早速聞いてください。長渕剛でゾウさん。さあいかがだったでしょうか。庄司智春のノーマークラジオ第1回目の配信でございました。まあね、本当に今撮ってるのはですね、深夜の0時ですけども、一人で、家族に内緒で、ちっちゃい声で話して、まあ、ギターとかも弾きましたけどもね、
家族が寝てる、隙を狙って収録をしております。さあいかがだったんでしょうか、1回目ね。まあこんな感じでスタートしましたが、まだまだ、コーナーとかも考えていますし、喋りたいこともたくさんございますので、皆さんぜひですね、メールアドレスの方に、いろんな、皆さんが喋ってもらいたい聞きたいことだったりとかですね、皆さんのこの悩みとか、とかも僕がね、僕でよければ解決できたりとか、こういうラジオ方式をとってですね、皆さんとより近く、コミュニケーション取れたらなと思っております。ということで、メールアドレスはこちらでございます。 shojiradio2021@gmail.com 障子ラジオ2021@gmail.com でございます。概要欄にも貼っておきますので、ぜひとも、メール何でもいいので送ってきてください。あとコメント欄でもいいですので、何か、感想など聞けたら嬉しいです。ということで、これからもですね、ノーマークラジオ頑張って配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。